ちょっとアイラに呼び出されたんで枠開きました。スカイプ参加します。よろしくお願いします。アイラに呼び出されました。何でしょう。今頃になっ聞こえる？聞こえるワード、ありがとう。はいはい、どうも。あのね、ワードね、うん。いきなりぶっこんで悪いけど、この話っていうのは、わかりやすく言ったら、まあ、ワッチの配信者知らないと思うけど、ウラメシアって知ってる？ああ、わかんないわ。ウラメシ屋さんっていう人が配信者にいるのね。そうそうそう。男？で、そう。その男の人に、この今、スカイプに入ってる愛ちゃんアイちゃんね。が、50万円払えと。花火1000発あげろと。言われたってこと？あと、携帯もなんか名義を貸してるらしい。じゃ今、あと、外にいるから、ボーって音はうるさいけど、それは悪いけど。いや、全然いいよ。まあ、そういう話で、で、なんか、食い違ってるわけ。その、恨み試合は恨み試合で話は終わってるって言うけど、愛ちゃんは愛ちゃんで、終わってないと。50万円払ってて、まだ許せないことがあると。その、俺よりも多分今、俺ちょっと酔ってるから、ワードの方がなんか話聞けるかなと思って、なるほど入れなてるみほど。ました。愛さん、よろしくお願いします。ワードと申しあ、まよす。ろしくお願いします。ふわっちで配信してるあ、あのものはでい。す。よろしくお願いします。ちょっと僕放よ送ろしく開おいて願いますしけまど、す。大丈夫ですか？録あ、音。全然大丈夫です。もう、全然私気にしないので。わかりました。そんなの、全然怖くないので。わかりました。ですね、携帯電話の名義を貸しているのは今現在もですか？はい、現在も貸してます。なるほど。あと、ん？これ犯罪だよね。いや、まだ俺話聞いてないから犯罪かどうかわかんないよ。一応、名義貸しはダメだよね。名義貸しは犯罪だけど民法だね。刑法では裁けないから、結局、確かに。携帯会社が名義貸したのはやめてくださいっつって訴えられる可能性はある。ただ刑事事件ではない。で、まず現金50万っていうことなんですけど、それは花火を打ったってことでいいですか？違います。現金です。現金。1万円札50枚。50枚。現金生で、その生主さんの名前何でしたっけ、男の。恨めしさんです。恨めしさんに現金で渡したっていう、なんかエビデンス、証拠はありますか？郵便局から振り込んでるので、はい。ネットで振り込んでるので、明細出るので大丈夫です。なるほど。その明細っていうのをキャプチャーしてもらって、それを僕かアイラに送ってもらうっていうことはできますか？それくらい自信ありますか？いや、不可視じゃないっていありう。ます。なるほど。全然大丈夫ですなよ。るほど。ではですなんだっね。たら全然見せていただいて結構です。なるほどです。了解です。じゃあですね、後でアイラと僕のツイッターアカウントに DM でそのキャプチャーしたやついただけるとありがたいです。わかりました。そうですね。で、大丈夫です。まずなんですけど、質問があって、主張を聞きたいんですよ。愛さんが何に対して怒っているのかっ私ていうのを。は、もともと、花火1000発を投げれって言われたことに対しても、私は今もうその前に爆投げもしてるししんどかったんですよ。ごめんなさい。ちょっと口挟んで申し訳ない。あのね、そのことに関して分かりやすく言ったら、愛ちゃんは、要は、恨み師のことが好きだったわけよ。ホレ好ッきでサすーね。ね。いや、愛ちゃん、ちょっと申し訳ないけど、ちょっと黙っててくれる？はい。で、そのことに対して、でもさ、恨み師が愛ちゃんのことちょっとうざいとなって、花火1000発あげたら許してやると。そういう話をまずは、この今、とっさに言ったわけ。愛ちゃんに要は喧嘩をしたと。で、うざいって言われたけど、その恨めし屋さんは愛ちゃんに対して1000発花火やったら許してやるよみたいなこと放送で言われたと。なるほど。ちなみに愛さん、質問いいですか？いいです。トータルいくらぐらいその恨めし屋さんにアイテム使いました？今までですか？今までです。全額です。花火のアイテムで言うと、もう約400から4、400から450か500いかないぐらいです。500万いかないぐらい。じゃあ手取りで向こうにいはかないぐらいです。250万渡ってると。は入ってますね。なるほど。ありがとうございます。その期間っていうのはどれくらいの期間でですか？11、12、1月の3ヶ月弱です。恨めし屋さんって今配信してる方なんですか？その現役で。そうです。マンスリーとか乗ってます？何位とか。乗ってます。何位だろ
恨めし。5位、前は5位、6位乗ってたけど、今月は、うん、私もう投げてないので乗ってないです。今月は乗ってないんだ。アイラさんに聞いてもらってもわかります。アイラ、それ本当なの？その恨めし屋さんって稼いでんの。そうだね。アイちゃんが投げてる時稼いだけど、今月は低いけど一応マンスリーにはいる。うんうん、マンスリー何位みたい。ちょっと待ってね。うん。芝浦飯屋。芝浦飯屋。一応ね、100何位かにいたような気がする。ちょっと待ってね。オッケー。ゆっくりでいいよ。情報収集したい。いや、こういうわ、ワードいいわ。うん。こういう話はやっぱりワード早いわ。うん。任せて任せて。うん、すごいわ。うん。うん、あれあれいない消えたマンスリーからっていうことはアカウント飛ばしたってことアカウント残ってるかなアイさんその人の残ってると思いますなんで検索したならば県外だってことか県外です県外なんで検索したらできる違うごめんごめんごめん、うん、73位73位73位いた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 、はい、オッケーオッケーこの人ねうんはい、73位現在73位でフハ浦芝さんねはいふんふんふんオッケーこの人に惚れてて500万近く払ったと花火とかアイテムをやってたとそうですね400はもう必ずかかってますねなるほどでちなみになんですけど、はい、その要は花火1000発やったら許してやるよって言ったってことは揉めたっていうことですよね喧嘩をした揉めたっていうかなんかもう本当に些細なことなんですよちなみにどんなことか差し支えなければ教えてください。最初知り合った時の、うん、あの友達がいて、その方が浦飯さんのことを先になんかいろんなことを知ってたんですね。それでそれを私がなんか会話の中あの浦飯さんを除いて、私の娘とそのことを私がいる時に、いや浦飯さんってこんなんなんだけどどうなのとかいう会話の中で、なんかいろいろ教えてくれたんですよ。うん、でそのことを私が今度帰りの時に、うん、あの浦飯さんに言ったんですね、うん、そしたら浦飯さんからしたらなんで知ってるのってなって、うん、いやあのこうやってちょっと聞いたからっていう話をしたら、うん、なんかそれがなんか気に食わなかったんだと思うんですよ自分が、うん、まあ、して自分のことを言われてると思ってなかった、うん、ちょっと一回整理させてください、はい、愛さんと浦飯屋さんがいてでもう一人の第三者がいたと、はい、で第三あの娘がいました娘っていうのは愛さんのお嬢様。そうです。はい。で、愛様のお嬢、愛さんのお嬢様が、裏飯屋さんってこういう人だよっていう話を家族間でしてて、それがバレて怒ったってことですか？違います。友人の男の子と私と、娘とで、車の中で、3人で。その友人の男の子に、裏飯さんってどんな人なのって私が問いかけてたんです。なるほど。ちなみにどんな問いかけですか？はい例えばまあなんか例えばよく難波に行くとかするじゃないですか、うん、だからよく難波に行ってるけどあの人なんで難波によく行くんだろうねとか、うん、あの人ってどこに住んでんだろうねとか、うん、あの人って何歳なんだろうねとかいうそういうもう本当に日常の会話ですよね、その男性に聞いた理由っていうのは何なんですか、はい、男性はその浦芝さんつながってる可能性があるってことですかそうですなるほどプライベートでつながってる人そうです。プライベートで会ったことがあるので、なるほど。あのリアトツして知ってるので、うん、はい。なるほど。それで私が聞いたんです。なるほど、なるほど。ちょうど私もリアトツしたので。なるほど、なるほど。そういう関係ですね。わ、はい、かりました。はい、じゃあ具体的に、何について怒ってるのかっていうのをまた詳しく教えてください。はい。うん、うん、それからその人のことも怒ってたんです。はい。その後に。その人のことで、なんか、諭吉さんの枠で、なんか、揉めてたみたいで、うん、それを、なんか、自分の枠にまで持ってきて、なんか、揉め出して、で、その前にも、うん、あの、なんていうのかな、あの、私が、うん、あの、その人と揉めてるときに、うん、あの、竜也っていう他の子がいるんですね。うん、その子は、浦飯さんに個人的に怒ってたんですよ。うん、で、私がなんか、なんか、裏を引いたとかじゃなくて。話がごちゃってないかで、なんか、私が、すいません、うん、愛ちゃん、はい、あのスケールの小さい話はいらない、はい、あのさなんか教えてくださいって言われたのでその話は意味がないアイラからなんかそこもかいつまんで教えてもらえるじゃあまずアイラが知ってること、かいつまんで言うとそこの話の時にそこの話あの私がリュウヤってことアイラさんの名前を出したと、うん、リュウヤとアイラと、うん、
を俺から引き離して、私が喧嘩させようとしたって。私は別にそんなつもりがなかったんですけど、相手はそう取っちゃって。うん、で、それが、俺は許せなかったんだって言って。で、そのことは私はアイラさんにもちゃんと説明をしました。ごめん、アイラ。で、納得もしてもらいました。わかりました。アイさん、ちょっとありがとうございます。はい、ちょっとアイラと会話していいですか？はい。アイラ、ちょっと要点かいつまんで教えてもらってくんない？登場人物多すぎてちょっと把握ができないから。うん。うん。あのね、うん。俺が分かってる範囲は、うん。このアイちゃんっていうのは、うん、まず、恨めしのことが好きなのね。うん、わかる。さっきのマンズリーのね。うん、わかる。見ついたんだよね、要は。うん、で、元カノ、元カレが、アツシっていう、またそれもフワッチの仮想生主なのね、うん。で、で、リュウヤっていうやつのことも、囲ってるのね。うん。俺、アイちゃんは。3人囲ってんのね。よくわかんないんだけど。うん。うん、だから、うん、それでなんか知らないけど、さっき枠に来て、うん、その恨めし屋とアイちゃんが揉めてたから、うん、よくわかんないから話をとりあえずきっちりつけたいなと僕は思っただけで、その登場人物はその恨めし屋、うん、アイちゃん、うん、リュウヤ、アツシ、これだけ。アツシが元カレ？そう、うん、でさ、もう担当直入にアイさん聞いてもいいかな。はい、アイラありがとうね、はい、解説。どうしたい？私は、その、もともと私とちゃんと以前のように、ね、するっていうことを約束の中で、私はそれだったらと思って、その、迷惑もかけてるし、50万払った。でもそうじゃなかった。それもしてくれない、ブロックもされたまんま、で、何回も枠で晒し枠されて、自分が被害者だって言うけど、こっちだって被害者ですよ、じゃあって。じゃあ、私からしたらムカつくので、なんか、もうその、今現在私が思ってることは、うん、その50万円も返していただきたいし、うんうん、でその携帯とかは、うん、まあ私がもともと1年間私がいなくなっても払うって言ってたんで、うん、はそれは話し合いの中で払う、どうするかを決めてもいいですけど、うん、パソコンもそれでいいですけど、うん、50万は返してください一旦私の。だって自分だけが解決してると思ってるだけで、私は解決してないのに、解決もしてないものに50万払うってバカらしいので返してほしいです。なぜ払ったんだ50万を。50万を払ったらちゃんとやってくれるって言ったからです。50万払ったら、ちょっと待って、50万払ったら、50万払ったら今みたいにこうやってお兄さんみたいに話もするし、いや水に流遊びに行こうってもし言われたらやるって言ったのに、うん、それすらもやってくれなくて、うん、自分がかけてきたい時にかけてきて文句言って、うん、で私はかけたい時にもかけれない、うん、そんなんだったらはっきり言って50万、うん、もう2日の日にまでに50万振り込んでるのに、うん、約束が違うじゃないですか、うん、要はね、それでちょっと待って、枠の中でもできるし、うんうん、ちょっと待って、はい、いいかな、はい、うん、あのさ、要は50万払う名目っていうのは向こうが要はよりを元に戻すじゃないけれども、あの人間関係を修復するからっていう約束で50万払ったってことで OK かな、認識は。だから人間関係もそうだけど、うん、まあ、あのこの先、うん、まあ、まだ付き合うとかではないですけども、以前のような付き合いはするっていうことだったので、要は関係を元に戻すってことだよね、以前と。そうです、そうです、そうです、そのための50万だって言って、はい、で結局そうじゃないから50万返せってことだよね。はい、そうです。なるほど。私はもう LINE も全て消したんです、うん、あの子の、私がそれは言ったんですよ。それだったらもう表じゃなくて裏であの子を支えたいから、支える気もあるから、うん、それでどうにかならないのかって友人が入って、友人もそれは聞いてるんですよ。俺は愛ちゃんのことは嫌いじゃないしって。ちなみになんですけど、今コメント書いてる、今コメント書いてる浦柴さんは本人で会ってますか、はい、あのアイラのフワッチの枠で浦柴さんコメント打ってるんですけど、これ本人ですか？本人、本人ね。1000だった、50払うから手を切ってくれって言われたっていう件についてはどうなんですか？今、浦柴さん、1000払ってくれって言われたけど、私は1000は無理だ。今の私には、うん、その、まあ、お金をちょっと他の人に盗まれたりとかもあって、うん、この半年間で1000万ぐらい使ってるので、今は無理ですと。
あいちゃん。じゃあ50は払うから約束も持ってくる。あいちゃん、飛ばさなくていい。あいちゃん、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 あいちゃん。はい。この1000っていうのは1000万じゃなくて、1000発の花火ってことでいいよ。ああ、そういうことね、そういうことね。1000発の花火。はいはい。OK。10万円ってこと、はい、1000発だから100万。100万円。100万円ね。はい、そしたら要はじゃあ100万円払うんだったら現金直で50ってことか、要は手取りで浦島さんに入る額は一緒だからっていうことで50払ったってことね、要はふわっちの運営に取られるからってことね、はい、私はもうそれ以上できないってはっきり言い切ってますで、あの手を切ってくれって言われたっていうふうに言ってるのはそんなのは言われてません、うん、なんだったら私の友達も、うんうん、後日上がってくれんだったらアイラのとこで上がってもらっても構いません。俺さ、アイラさ、一個提案があるんだけど。いいよ。あのさ、俺一回抜けて、浦島さん多分今見てるわけじゃん。俺、浦島さんと話したらダメ、うん、これを抜けて。はい、浦島さんの話。はい、話したくないって言ってる。浦島さん、見てたら手を挙げてください。アイラのところでも OK です。僕と個人的に話をしてみませんか、うん、っていうのも、俺、アイさん、俺は愛さんの言い分は分かった。内容も把握できた。だけど、これ、欠席裁判になったら意見言えないんですよ。揉めてるっていうことは双方の言い分を聞きたいんですね、僕としては。うん。それはフェアネスのために。うん。だから、もし、柴さんが言いたいことある、間違ってるっていうのを汲み取りたいならば、僕とスカイプ公開でしませんか？どうでしょうか、柴さん。ちょっとコメントで OK だから。いや、二人であげてくれる？うん。ダメだったらダメで OK です。必ず見てるはずだ。必ず見てるでしょ？答えてあげてくれる？どうでしょう？愛ちゃんは申し訳ないけど少し黙ってて、今は。オッケー、俺、愛さんの言い分は分かった。うん。で、愛さんに話したいことも大体まとまってるけれども、柴さんと話しないと、浦柴さんと話しないと、ちょっと話が進まない。そうだね。うん、意見言えない。浦飯さんは今枠取りましたけど。枠取りました？はい。どうすればいいんだろうな。で枠取りました。枠取った。また、枠を取って、うん、スカイプを流して、うん、こういうこと言われてんだよ、この女の子にひどいよねって。なるほど、なるほど。なるほど。どうぞやってください。っていうことは、浦島さん、キャプってやってるってことは、俺の声聞こえてるのかな、浦島さんに。浦島さんの、聞こえてないかもしれない。聞こえてないかもしれない。どうしようかな。俺はね、ちょっと浦島さんの話を聞いてみたいっていうのがある。言ってんだけ。いや、それは俺も全然聞いてもらって構いません。うんうん、だって、うん、自分が間違ってないんだったら、うん、堂々と出てきたらいい。そうだね。そうだよね。それに、私、昨日もそれで、うん、友様って知ってますか？友様、あー様って方知らないって。わかんないですね。ごめんなさい。いるんですけど、うんうんうん、その方たちが家の近所まで行って電話をかけて言ってるんですよ。うん、愛に50万返してあげてくれって言って。警察がですか？違う違う、その、同じ、その、ふわっちのリスナーの子が。うん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 。言ってくれてんのに、うん、なんだ、あだこうだって言って、うん、でも、私が、もう、嫌だったので、枠に書いたんですよ。うん、はい。私が電話するから、じゃあ、今すぐ出てください。うん。そこで話しましょうよって。うん、で、その子たちも、愛とじゃあ話しろよ、今ここでって。うん。言ったんですよ。変わるから、つって。うん。うん、そしたら、しないので、私もコメントを書いたら、スルー無視するんです。オッケーです。無視する理由ありますか？オッケーです。ないです。その辺はね、僕、はい、あんまりね、自分が悪くなかったらないですから。オッケー。アイちゃん、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 ヒートアップしてないで。うん。アイちゃんね、アイちゃんの言いたいことはね、本当に分かった。で、はい、俺いくつか質問をしていって、はい、結構プライベートなことに踏み込んじゃうかもしれないんだけど、答えられる？全然答えますよ、すべて。わかりました。配信で出会ったのはいつですか？そのリスナーとして。10月の、11月入るぐらいか入らないかぐらいです。なるほど。その時からも好意で好きになっていたから花火をずっと500万近く投げ続けたと、11月から。それで OK ですか？はい、はい、投げました。会ったこと1回でもありますか、はい、柴さんと。あります。何回ありますか？ 1、2、3。3回か4回。3回か。5回以内ですね。5回以内ありますか？はい。本名してますか相手の。相手の。言わなくて結構です。本名は、うん、知ってるか知ってないかで。知らないですね。知らないですか。ズバリ聞きます。肉体関係はありましたか、はい、ないです。ないですか。そういうのを求めてないので。これは重要だよ。愛さんが求めてないってことですか、うん、はい。私はそんなのを求めてないので。なるほど。相手は、うん、はい。これ重要な。相手は別に求めてないと思います。うんうん、なるほど。はい。なるほど。はい。好きだったのは好きだった。
はい、好きです。私はそれも言って、あの子にもちゃんと言って、うん、それが迷惑か迷惑じゃないかって言った時に、あの子は、うん、その気持ちを持ってていいんですかって言ったら、うん、それは絶対構わないってはっきり言いました。うんうんうん、はい、はい、うん。なるほど。はい。50万を返してほしいか欲しくないかで言うと、はい、返してほしいじゃないですか。返してほしいですね、うん、はっきり言って。で、約束も守んない人のことを、うん、あんなキモいやつ、ババジババ、うん、ブサデブ、うん、キモいって言って、うん、じゃあキモい女とね、うん、あの何、後ろから抱きつかれた写真撮るんですか？撮らないですから、うん、一緒にカラオケ行くんですか？行きませんから。愛さん、ふざけんね。愛さん、はい、ね、俺の正直な意見、はい、うん、はい、惚れる相手間違えてるよ。それは今もう分かったんで、うん、もう惚れることはありません、あの方に。でしょ。ただ50万は返してください。無理です。で、あと帰ってこないです。そっちに行った、うん、あの、うん、友様って人と、うん、アー様に謝ってください。ちゃんと謝りもされません。帰っても来ないです。アイちゃん、それはなんで返してもらえないんですか？返す気がないです、相手には。うんうん、そういう。じゃあ弁護士を入れたら返してこられるんで。いや、弁護士入れても立件できないですけど、うん、弁護士入れても無理。なんで無理なんですか？うん、なんでわかんないんだよ、うん、なんで無理かっていうと、まず、はい、愛さん、これ放送で今喋ってくれ、俺ね、正直言うと、俺は愛さんの女性としての心っていうのを踏みにじる行為をしたのは間違いないの、はい、柴さんが。俺、柴さんの意見も聞きたいって言ったけど、はい、連絡来なかったから勝手な見解を言うからね。柴さんが話したいっていう言い分があるっていうなら受けるから。だからこの時点での見解だっていうことで。はい、で、まず詐欺事件っていうのは実害がないとダメでしょ。はい。うん。だけど、契約書も交わしてないわけだ。書面化できないわけだ。はい、言った言わないになるわけよ。はい。うん。はい。で、その、相手が言ってきたことに対して払っちゃったのは払っちゃったわけじゃん。はい。うん。だから、これは戻ってこないと思った方がいい。で、正直さ、500万とかさ、50万っていうのをポンって払ったわけじゃん。で、お金に困ってるわけじゃないでしょ、はい、多分。愛さんは。悔しいからじゃん、気持ちの部分で。悔しいっていうか、約束を守ってくれてないものに払う意思がないってだけで。うん、それを払い終わったら、ちゃんとその約束を果たすって言ったのは、あの方なので。うん。うん。で、私はメールでも振り込みましたとかいうメールも送ってます。愛ちゃん、ごめんね。はい。うん、はい、愛ちゃん、口約束っていうんだよ。口約束は、一切法律、守ってくれないよ。守ってくれないんだ。そうなんだよ。で、リスナーさんの意見でね、50万振り込んだ証拠はあるわけじゃん。あります。うん。だけど、その名目が何なのかっていうことなんだよ。要は向こうが、そう、向こうの言い分っていうのは、もらったって絶対言うから。でしょ？アイちゃん、はいはいはい、録画に撮ってるか？でしょ？会話を録画に撮ってるか？そう。撮ってないよね。うん。要はね、そう、水かけ論になっちゃうんだよ。はい、だから帰ってくることを、はい、まあ難しい、正直。で、俺は相手に払う意思があるとは思えない。うん。うん。うん、で、正直悔しいよね。すごい踏みにじられて、はい、頭にくるよね。はい。で、ちょっとひどいなとは思うの。ちょっとこれはひどいなと思うのよ。はい、でもね、こっから学ぶ。それは、例えば、うん、第三者の女の子が、払ったことも聞いて、うん、それで、この約束を守るって言ったのに、守ってないよねって、お嫁さんから、直接聞いた分は、証拠にならないんですか？うん、ならない。ならない。ならないっていうよりも、ね、はい、向こうは縁を切るための手切れ金だって言ってもらったって言ってるじゃん。向こうの言い分は。要はね、ね、はい、口約束とかね、詐欺とかってこういう問題っていうのは、はい、結局、証拠がないと何にも動けないんだよ。うん、そう。はい。もらったって言われちゃったら、刑事にもできないんだよ。うん。いや、証拠十分じゃない。今、ごめん。うちに、コメントが来たけど、証拠は十分じゃない。証拠っていうのは結局、書類、要は何を書いたか、契約書を書いたかどうかなの。うん。借用書書いた？契約書書いた？録音した？してないでしょ。じゃあ無理。わかる？うん。もっと言えば、愛ちゃんはそれが良くてしたことだよね。自分がその場はだよ。今は違うくても、その時、その場ではそれが良くてしたことではあるよね。実際、本音を言えば、うん、
80% 以上やりたくなくて、うん、もう、いや、負け犬だよ。めんどくさくて、20% はめんどくさくて、うん、もう、うん、苛立ちで振り込みましたよね。だよね。でさ、何遍も何遍もやられるし、今ね、さらされるし。今ちょうどいい、ね、いいか、はい、いいこと、本音で喋ってくれたからすごく嬉しいの、愛ちゃんが。はい、本音で喋ってくれたじゃん。今さ、はい、めんどくさいから、20% の気持ちで振り込んだっていうことはさ、向こうでいう手切れ金に値するんじゃないかな。はい、要はね、心理誘導されてるんだよ、もう。要は、今はね、カッとなってるから、うん、言い訳したいし、向こうを追い込みたいって気持ちは俺はよくわかる。愛ちゃんが悔しいっていうのも十分わかってるけれども、今さ、心開いて言ってくれたじゃん。20% どっかでもうこれ縁切りたいとかめんどくさくなった。それが向こうの言うさ、手切れ金なんじゃないの。はい、でしょ？はい。うん。で、俺はね、これは許せる問題じゃないとは思ってるの。はい。いや、俺もアドもそう思ってるよ。うん。うん。うん、いや、愛ちゃん。はい。俺とワドを応援した方がいいよ。いやいや、出たよ。あのね、あ、でもね、これは言える。はい、あのね、はっきり言うね。はい、リスナーさんとして今後、尽くそう男とか、はい、アイテム投げたりする男は見極めないとダメよ。これは俺に見つけとか、はい、アイラに見つけって話じゃなくて、はい、リスナーさんがアイテムするっていうことは、そいつの人生変えちゃうんだよ。はい。わかるじゃん。うん。この世界ってさ、はい、アイラなんか700取れるんだよ。してます。サラリーマンのさ、上場企業の。和道は和道で、つながりが濃いからな。そうそうそう。はい、だから。やばいやつ、つながりが濃い。だから、アイちゃん。はい。ね、あなたは雑魚を相手そう、そういうこと。そういうこと。いやそう。これはあんま言いたくないけど。ね、アイラ、俺とアイラの意見は一緒。ね、アイラが言いたいことこれ、はい。俺だったら揉めさせねえからって。ここがプロなの、はい、アイラの。要はね、クレームないんですよ。はい、アイラはいつもいろんな人から相談来る枠組み、いっぱい見てきてるでしょ女の子からとか。はい、でも、振り込んだやつから手のひら返されたことってほとんどないでしょこれ、そう、これがこいつの一流なところなの。要は女満足させるプロなの、はい、こいつ。はい。うん。だから、貢ぐ相手考えなっていうのはそこ。うん。要はね、はい、正直愛ちゃんには申し訳ないけど、愛ちゃんの中でも、恋愛ゲームがしたいっていうのはあるでしょ、はい、どっかであるでしょ実際今、はっきり言って、うん、前は、うん、裏飯さんとそうだったのかもしれないけど、うん、もう今は、もう爆投げはしないって決めました。うん。うん、いや、それは俺が爆投げとかの話じゃない。そうじゃなくて、ちょっと待って、アイラ。はい、ちょっと待って、ここ重要だから。アイラ、ちょっと待って、はい。俺が聞いたのそこじゃないの。要は配信者にドキドキしたくないって言ってんの。あるでしょ、この人に惚れたいとかって女にあるわけじゃん、そういう欲求が。あ、この男に貢ぎたいっていう欲求、疑似恋愛、そう。で、そのゲームを楽しんでたのよ。で、俺は愛さんはそのゲームを一線踏み越えて本気にさせちゃったのが俺はあいつの悪いところだと思ってるの。わかる？要は本気にさせて本気で裏切っちゃったの。わかる？はい。ゲームはゲーム、アイラを見てごらん。絶対ゲームから一線越えないから。ちなみに言うけど、愛ちゃん。はい。人は本気にさせた女と結婚してるからな。そうだよ。はい。うん。そう。リスナーさんと。だからな、グーの音も出ないよね。うん。結婚してんだから。はい、俺は不器用だから。はい、うん、女から金引っ張るとかできない。だから結婚してんだから何も言えないよね。うん、そう、はい。だから、俺は何も言えないよ、さすがに。はい。うん、ただなんか、うん、まあ、それは分かったけど、うん、ただなんか、私だけがあれして、うん、なんか、うん、あいつだけが、うん、そのふわっちにも残って、うん、のんきにゆきちと遊んでる暇があって、人の金で遊んでる暇があるんだったら、うん、少しは返すって努力ぐらいしろよと思います。絶対にそれはさ、言葉で言って無理。だったら人を頼れよ。君じゃ無理なんだよ、そんなこと。いつまでだったって。絶対にない。はい、絶対に君じゃ無理で。頭が悪いんだよ、君。悔しいけど、絶対無理。はい。で、俺は逆の方法が一番効く方法を教えてあげようか。裏飯屋が一番効く方法っていうのは、ね、はい、愛ちゃんが他で楽しむことと、ね、どんどん楽しんでいって、はい、裏飯屋の今素性がバレたわけよ。で、はい、もうこれ以上貢ぐやつ現れないのが確定してるの今。だから実はカウンターはもうできてるの。復讐は終わってるの。はい、これ以上バカが出ないのよ。わかる？もうアンチが
例えば、愛ちゃんみたいな被害者が出そうになったら、今見てるアイラのところにいる248人と、うちのところにいる248人、はい、偶然ぴったしだね、はい。この2人のリスナーが絶対許さないのがネットの世界なの。はい。ここにいる500人っていうのが全員愛ちゃんを守りに行くから。うん。はい。わかる？ちょっと待って。ありがとうございます。いや、違う。でもさ、はい、だけど、はい。うん。あ、いいよ。いいよ、いいよ。あといいよ。だけどね。だけど、はい結局ね、はい、一番何が効くかって言ったらもう稼げないんだよ、恨めしやは。はい。でしょ？っていうことは、愛ちゃんが恨みを引っ張ってるよりも、愛ちゃんが楽しんでる方が絶対効くから。もう稼げないんだよ。はい。で、結局、だから、恨みさんに投げないんで。でしょ？うん。もう十分効いてるのよ。だから、あいつは、小銭、はい、数百万円の小銭で今後の配信人生潰したわけよ。そういう小さい男と付き合ってても意味ないと思うよ、俺。はい。だったら、伸びる男と遊んでな。昨日、うん、その友様って人がわざわざ浦道さんに電話をかけて、うん、あ、ごめん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 、申し訳ない、はい、愛ちゃんごめん、はい、すげえ挟んで、ごめん、はい、友様とか小さまの話やめてくんない？はい人道としないでくんない？はい、わかりました。俺と和道の前ではしないで、悪いけど。はい、わかりました。それはふわっちのデビューのやつで。そうです、そうです。全然アイラさんだとはあれですよ。だからやめてくれよ。はい、知るわけもないし、ごちゃごちゃするから。はい。わかった？でさ、うん、はい。今の話聞いてどう思ったんだよ。でも確かに、すごい勉強になりました。うん。何が？何が？恋愛、恋愛依存の君が何が勉強になったか言って教えてよ。と、ちゃんと人は見ないといけないっていうこと。でも本能は別でしょ。人を見るとの本能は別でしょ。本能で求めてるのは別なんじゃないの？じゃあさ、俺とワドにさ、感謝の気持ちある？俺いらないよ。俺はいるな。俺いら。あ、もしもし、すいません。なんか電話間に入ったんで。うん、いいよ。はぁ？あの、うん、ワドはいらない。もしもし、すいません。もしもし。いや、聞こえてるよ。はい。感謝の気持ちある？感謝の気持ちですか？うん。ないから、ないのいいけど。いや、感謝はあります。窓はいらないって言ってるけど、俺いらない。うん。うん。うん。あの、リスク背負ってやってるってことわかる？わかる。生主は、はい、あなたの愚痴を聞くためじゃねえんだよ。わかる。少なくともリスク背負ってんのわかる？わかる。ならば少し考えれば。じゃなきゃあなたは嫌われもんだよ、ただの。金引っ張るなアイラさんは。ワドはいらないっつってるからいいよ。俺いら、うん、俺は、ワドはいらないっつってるけど、俺はどういう金が欲しいかっつったら、俺はなんでここでいらねえかっつったら、相談なんて無料でやるし、相談なんか毎日毎日やって、そんなリスナー、あの、配信者の当たり前の仕事だと思ってんの。で、仕事をちゃんとこなしてたら正当な報酬勝手に入るから。俺はいらん。うん、でも関係ないから。うん。俺は関係ねえから。うん。いや、すごいキッチなんだよ。うん。何がしたいか言えよ。そのさ、はい、そのさ、なんかわかんないけどさ、はい、サバイバルゲームみたいな格好してねえでさ、サムネ、サバゲーかよ、このサムネ。なんだよ、どうしたいの、うん、お前、あのさ、君がやったのは、ただのバカな行為であって、はい、そんなの法律強しないんだよ。はい、もう分かってますよ、もう、そんなの。じゃあさ、俺にさ、チップ投げてくんね。え？はい。なんか喋ったな。誰よ。ちょっと待って。え、運転手です。はい。は？え、運転手。高速乗ってて、私、乗席乗ってたんで。はい。ドラゴンの人か？え、違います。全然また違います。出すなよ、お前。はい、分かります。大丈夫です。え、はい、話聞きます。愛ちゃんね、一言言っていい？はい、はい、
憶測だけど、はい、そんなんでにやけてるぐらいだったら変わらないよ。騙され続けるよ。世の中ってね、騙すやつと騙されるやつしかいないんだよ、はい、そう、いいこと言う、いいこと言ってる、はい、ずっとカモにされるよ。そっちの方が俺は悔しいと思うけど、はい、結局さ、真剣に悩みを乗ってる中でニヤニヤされたらイライラするんだよ。いや、そういうことじゃなくて、はい、今電話先の相手誰よ。うん、本当のこと言って、許すから。本当のこと言って、電話の相手誰、今電話してたの。それだけ言って。今喋ったのですか。そう、喋ったのは、ちょっと待って、運転手ではないよね。運転手ではないよね。運転手の子です。運転手の子、運転手で、うん、はい、元彼のさっき話題に出てた子でしょ。アツシです。だよね。はぁ、ほら、だから甘いんだぞ、アイラ。こ、怖い色で女が惚れたね。要はね、3人のね、男からチヤホヤされててね、こうやってこういうね、悩み相談してる時にね、わかる、そこを直さない限りずーっといろんなやつにもてあそばれるよ。で、金に困ってないかもしんないけど、本当の幸せ手に入んないぞ。言っとくけど。マジ言ってんの、はい、うん。何遊ばれてるのに。運転手、アッチなわけ。お前の元金アッチなの。アツシです。そう、もうね。いや、もう。今週は仕事だったので。わかった。もういいよ。お前、俺二度とかけてくんな。俺関わるな。信用ってそうやって失うのよ、アイちゃん。な？俺に二度と関わるな。ワトに関わる。俺に関わるな。アイちゃん。はい。幸せになれないよ。いや、俺に二度と関わるな。以上。わかった？でも今言われたのは、うん、愛が答えろよ！俺に二度と関わるな。わかったわ。わかりました。近づくな、俺に。わかりました。いい、うん、こんなやつ、嫌いだよ。愛ちゃんね。はい。俺ね、念押したじゃん、最初の頃に。はい、忘れた方がいいよって。はい。うん、あのね、俺は、その、まあ、金に困ってないのもわかるし、振り込み方聞いてたも、はい。で、復習したいのもわかるんだけど。はい。ちょっと積極臭くなるけどね。はい、起きたことは起こるべくして、起きてることは、はい、悪かったな、あのさ、ワドさ、はい、悪かった、あの口挟んで悪いけど、ワドをさ、うん、俺、アイラからの謝罪は風船で受け取るから。アイラ、グダグダ言わねえで、アイラからは風船、アイラから花火待ってるわ。お前稼いでんだからグダグダ言うなよ。お前からの謝罪いらねえわ。お前からの花火待ってっから。お前からのかっこいい花火待ってっから。お前から花火もらいたいから、アイラ。お前のかっこ悪い、そうだよ。お前からなら、お前は俺に謝るんだったらよ。お前稼いでんだから俺に花火起こせよ。配信者からガンガンもらうぞ、この野郎。稼いでるやつからガンガンもらうぞ。アイちゃんから。お前さ、アイちゃん投げるからアイちゃんからもらえよ。俺に話すんな、もう。いや、アイラから欲しいね、ここは。アイラが俺言うんだったら。なんで俺が投げんの、てめえに。アイラからでしょ、ここは。友情花火でしょ。うん、違う、友情とか関係ない。そんなもんで花火もらって嬉しいのか、嬉しいだろ。お前が隠れて。嬉しいだろうが。お前が隠れて5万花火してんだよ、知ってんだかんな。俺の枠で5万円分先月花火してんの知ってんだかんな。かっけえだろ、アイラ。お前もうそれ言ったらあげる気ねえよ。応援したくてあげてるだけだよ。お前が言ったらあげてるのあげるわけねえだろ。あ、もうじゃあな。アイちゃんじゃあアイちゃんのこと頼むな。オッケー。俺もこいつ関わる気ねえよ。はいよ。お疲れ。はいよ。じゃあな、責任取ってな。はいよ。ね、責任取るよ。めんどくせえリスナーは全部俺のところ引き受けるから。アイちゃん。はい。あのね。起きたことってあるでしょ、はい、起こったこと。いいことも悪いことも。はい、全部原因があるの、はい。原因を変えない限り結果は変わらないと思うよ。はい。うん。何が原因だったと思うの、今回のって。私が甘かったから。うん。どこが甘かったと思う？
誰にはもう優しくするから。甘やかしたんだよね。はい、そうですね、うん、で、飼い犬に手噛まれたわけでしょ、簡単に言ったら。そうですね、はい。でしょ、はい、うん、だから根本変えた方がいいよ。で、甘かったからっていうか、遊びはさ、遊びなんだよ。はい。うん。はい。そうそうそう。で、別にさ、男なんかどこにでも売ってるわけじゃん、いい男なんか。はい。歌舞伎町に行きゃいっぱいいるし、渋谷にもいるし、はい、大阪にもいっぱいいるでしょ。売ってね、売ってるでしょ、はい。はい。遊ぶところはプロにしな。素人で遊んで、やけどしただけだよ。はい。うん。と思うよ。うん。はい。うん、ありがとうございます。頑張って。はい、うん、じゃあね。すいません、本当にありがとうございました。とんでもない。リスナーさんとしてもし枠来てくれたら歓迎しますよ、はい、あ、はい、よろしくです。じゃあね、愛ちゃん、ありがとうございます、うん、幸せになってね、はい、すいません、失礼します。はい、ということでした。ちゃんちゃんです。すいません、出席確認取ります。ということでした。何で稼いでんのか聞くのは野暮でしょ、うん、洞察力。いや、女は分かりやすいですよ、うん、俺相手もいいよ別に、うん、俺は俺のことを食わせたいと思ってるかっこいいリスナーからしか金受け取らねえから。だから言ってんじゃん、いつも誰から構わずアイテムくれっていうの俺大嫌いな。そうじゃなくて、俺のこと食わせたいとか、俺のこと好きだとか、俺の人生ひっくり返したいって思ってるリスナーから風船1個でもありがたくいただきたいの。俺が食うのは俺がおこと好きなリスナーさんで飯食いたいの。俺の血肉をリスナーさんの金で作りたいの。お疲れっす、うん、いやー、伊達に詐欺師って呼ばれてないですよ。ユキさん、チョコありがとう。いや、女がね、はにかむんですよ、絶対。うん。で、元彼って言ってるけど、うん、できてますよ。で、どういうことかっていうと、もっと分析すると、元彼って言ってた男、タクシーの運転手だって言ったけど、要はそいつにポンプ入れられてんの。昔の男と切れよって。で、50万引っ張れよって。だったら俺に貢げよって言われてるはず。要は俺の方に貢げ、に振り回されてるの。絶対そうだから。おい、花、ハートありがとう、風船ありがとう、チョコありがとう、ジュンさん、お疲れっす。絶対そう。うん。そう思わない。うん。男がいた、運転手でそばにいる。ね。絶対そうでしょ。パッ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 パフェありがとうございます、ノンタン。でしょ？うん。そんな奴に50ぐらいあんだったら取り返して俺に貢いでくれなんだよ。そういう世界なの。ユキさんありがとう、ハート。おっはー。裏飯やってふわっちの人らしいよ。うん。文鳥元気だよ。うん。釈迦。うん。俺はそうだと思うけどね。そう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 。要はね、要は、俺、愛さんの性格、これいいか悪いかは別として、要はね、男にチヤホヤされるのに喜びを感じるタイプの女の人は、取り合いをされたいの、女性って。絶対あるんだよ。好き好きっていう風にされるのが大好きな人っているの。そう。それ、だから恋愛ゲームだっつうのはそこなの。ギリチョコありがとう。ちょっと待って、飲んだギリチョコはなくねえか。お前がギリチョコは絶対ダメだろ。なんでお前俺にギリチョコ、お前、わがおの嫁っつってお前がギリチョコは絶対ダメだかんな。お前は本チョコだろ。せめてハートにしとけ、金ないんだったら。絶対ダメだろ。嫁からギリチョコは。裏飯屋で検索しても出てこない。うん、よくいる。なんだっけ、73位とかだ。73位じゃない？うん。まあでも俺は裏飯屋さんの意見聞いてみたかったけどな。そしたら面白くなったと思うけど。顔が好みじゃないけど、頭回り、回りそうだから嫌いじゃない。あ、どうもどうも。うん、お疲れ様ー。うぃー。りゅうやさんいらっしゃい。のんたん空気読めてる。笑える？また遊びに来る。ありがとう。ぜひフォローしてください。新しいフォロワーさん紹介します。いや、のんたんのギリチョコは絶対ないわ。引いたわ。ちょっと面白いよね。さすがぶっこんでくるよね。ハートプレゼントありがとう。新しいフォロワーさん、ガブガブさんフォローありがとう。ホワターさんフォローありがとう。イッカさんフォローありがとう。太郎さんフォローありがとう。ロタさんフォローありがとう。男前やっとな。何人の女を泣かせてきたんだろうか。女はね、泣かせるもんじゃないですよ。笑顔にするもんですよ。
では私がギリで、夢野さんギリチョコありがとう。ブラックサンダーちょうだい、いっぱい、みんなブラックサンダーちょうだい。よいしょ。ロハコに心を奪われたか。ロハコさん友達ですよ。ギリチョコありがとう、夢野さん。金ないんだったらせめてハートにしとけよ、笑った。まあな。裏飯屋フハ、この人。いや、ランキング73位の人って聞いたけどな。今ね、マンスリーランキング73位じゃなかったっけな。夢野さん、ギリチョコありがとう。要はね、恨み買うようなアイテムのもらい方したくないんだよ。やっぱね、気持ちよくアイテムもらうのが一番いいよ。気持ちよくアイテム渡せる相手見つけて、気持ちよく受け取れるのが一番いいから。73位ですね、今。マンスリーランキング73位。フハ・ウラシバさんですね。今枠開いてますね。俺はでもね、フハ・ウラシバさんの、言い分も聞いてみたかったです。正直言うと。正直。一方的なね、意見だけ聞くのはあんまり好きじゃないんで。でもね、やっぱりね、出した金に対してケチつけるのはダサいよ。大きい金額なのもわかるし、気持ち裏切られたのもわかる。わかるけれども、出した金額にケチつけるのはダサいです。粋じゃない。あのね、俺が愛さんかっけえなって言うんだったら、50万ぐらいいつでもやるよって、その代わり私に二度と近づくなっていう女ほどかっこいいでしょ。わかる？これが粋なんだよ。お前で遊ばせてもらったわって、安い金だったわって、50万で手切れ金な。かっこいいから、これが。これが粋だから。江戸っ子の。わかる？そうそうそう。弁護士に相談しろっていうよりも、結局ね、そう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 。この配信上で相談してるってことは、構ってほしいわけよ。浦島さんに対する、当てつけをしてるわけよ。わかる？だから、浦島さんの話を正当に、俺は聞く。もし浦島さんが和道話聞いてってさ、絶対受け取るから。絶対受け取る。先ほど失礼しました。いいえ、大輔さん。ぐぬぬのん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 たんから、ほん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 本命チョコいただきました。のんたん、ありがとうございます。出れちゃいます。のんたんから本命チョコいただきました。ありがとうございます。いっかさん、フォローありがとうね。初見さんいらっしゃい。のんたんからハートチョコいただきました。18回いきます。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、13回、14回、15回、16回、17回、18回、イエー、ありがとうございます。イケボになった。詐欺師はそう言うよ。正常な判断ではない。警察に行かない時点で寝た。そう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 。警察に行くべきなんだよ。本当にそう思うよ。俺は警察に行くべきだと思う。ただ、はっきり言うけど、警察は相手にしてくれないと思う。本来はね、放送でぐだぐだ言うネタじゃないんだよ。警察に行った方がいいんだよ。弁護士行った方がいいんだよ。ただ、絶対相手にしてくれません。はって人も見たけど、薬やってないかな。それはわかんないけど。見たことないから、俺は。今日はメガネかけてないんですね。こんにちは。プリンさん、こんにちは。メガネはかけたり、かけなかったり。ギルチョコありがとう、一家さん。泣いてる女を好きにはならん。顔上げてる女が男は好きなんだよ。今こそ顔を上げるときだ。そして死にましたさん。面白いね、コメントがね。いや、アイラにさ、もう今日放送やめようかなと思ったけどさ、なんかコメント打ったらさ、面白い放送やってんなとか思ったらさ、わー、ワード上がってこいや。ちょ、俺酔っ払ってっからよーとか言って、ワード、ワード頼むわって言われたから、枠開いていいのっつったら、いいよっつったから。面白そうだからね、ちょっと参入しました。もちろん許可取ってますよ。新しいフォロワーさん、アーニャさんフォローありがとう。あ、かけた。いい民事専門のいい弁護士雇って裁判検察内相手にするんだよ。そうだね。証拠なんか作ってくれるもん。ほんとそう。マチャさん正解。世の中金。だけど結局金かかるだけだし、恨みは倍増するだから人生は損だと思うよ。要はね、恨みは恨みしか買わないんですよ。恨みは恨みしか買いません。それが世の常でしょ。でもね、惚れたら負けっていうのは結局駆け引きするとそうなんだよ。惚れた腫れたじゃなくて愛してないんでしょ。お互いがお互いを。そういうの寂しいだけだと思うよ。おはよう、春さん。ペコリー。
そう思わない？惚れた腫れたとか言ってるうちはさ、結局ままごとなんだよ。その人のこと守ろうとかさ、その人のこと愛そうっていうのはさ、本気じゃないとできませんよ。僕はそう思います、便所太郎が乗っかろうとしてる？もう便所太郎って名前便所太郎に変えろよ、もう。踊る便所太郎だろ、誰か言ってこいよ。もう便所太郎だろ、もうそろそろ解明だよ。もうほんと便所好きだよな、多分天才的な便所センスだよね。格闘技のイベントいい企画なんだからそっち集中しろよ。閲覧そんなに取りてえのかよ。もう閲覧持ってるでしょ、閲覧モンスターかよ。どんだけ貪欲なんだよ本当に。はい、じゃあ僕の枠閉じるんで便所太郎さんの方行ってください。お疲れ様です。閲覧あげます、便所さん集合で。お疲れ。もうあげるあげる、閲覧あげる、便所さん集合で。オツでーす。マミリーありがとう、みんなお疲れ、フォローよろしく。皆さんフォローよろしく、お疲れ、ありがとうございました。いいコメントだから拾うわ。ペペロンさん、ワトツ初見、結局女の方が頭悪かっただけで OK ですか？いやいや違う、そこはね、名誉のために言いますけど、人生っていうのはね、頭いいか悪いかじゃないんですよ。うん、頭もいいやついっぱいいる、腕っぷしが強いやついっぱいいる、金稼いでるやついっぱいいる、足が速いやつもいる、美人なやつもいる、そういうどんぐりの性比べ俺やってねえから。人生笑い切ったやつが一番強えから、よく覚えとけ。誰よりも笑ってるやつが貧乏でも不細工でも幸せなやつには勝てないから。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。